本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回なんですけども、スマホカバーじゃなくて自転車にスマホをつける固定スタンドの紹介をしたいと思います。監督なんですが、車を持っていないので移動はもっぱら地下鉄です。基本的に地図が覚えれない人なので、スマートフォンを持ってですね、 Google マップを起動して、あ行き過ぎた戻るみたいな、あ行き過ぎた戻るみたいな感じで目的地に到着します。はい、というわけでですね、今回ですね、新たにですね、自転車を購入しまして、移動手段が格段に最近増えました。で、自転車なんですけども、今まではスマートフォンなんで、まあ、信号とかで、まあ、見て、あここだなってまた行くんですけど、自転車って結構スイスイ行っちゃって、目的地まで越した時に、あーいちげこっちじゃねえじゃんみたいな感じで結構な頻度であるんですよ。で、ここでスマートフォンスタンドですよ。自転車にこいつをつけてちょっとパッて見ればいいので、もうあー角で曲がればいいかなって、もういちいち出さなくてもいいんですよね。で、早速ですね、物を紹介したいと思います。こちら、ででん。スマホホルダー。PB03AC。 こちら中国のメーカーなんですけども、とにかくスマホのスタンドカバーっていうのはですね、 Amazon 調べるともうむちゃくちゃ量が多いんですよ。はい、こんな感じ。どれがいいのみたいな購入の決め手ですね。まず価格がお安いところですね。スマートフォンって毎日使う必需品なんで、もうポロって押したらダメじゃないですか。もう確実にがっつり固定できるタイプ、外すときつけるときがもうむちゃくちゃ時間がかかるみたいな、そういうのもまあちょっと含めて、あともう一個だけ言うと、おしゃれですね。はい、というわけでですね、決め手としては自転車用アクセサリーホルダー第1位です、この商品で。さらにスポーツとアウトドアも全部ひっくるめた中の第12位をこいつ獲得してます。すごいです。こちら当初発売された時は好評を得まして、他のメーカーさんもですね、これに似たようなアリュー品が続々出たらしいです。で、こいつがですね、本家です。で、価格に関してはですね、本編の最後に公開しておりますので、気になる方はですね、最後までご覧ください。ちなみにこの監督ラボでですね、こういったその商品レビュー、ガジェット系も出しておりますので、もし興味がある方はですね、他の動画もぜひ見ていただきたいので、チャンネル登録、いいねもよろしくお願いいたします。メーカーはですね、キアキアですかね。はい。こちらはナイロン製ですね。厚さが6から12ミリ、360度回転も対応しております。で、横向きにも置ける。そうです。Amazon のその商品ページを見ます。動画が載ってるんですよ。で、その動画がむちゃくちゃ面白いというか、ここまでやるのかっていうところですね。ざっくり言いますと、もう山道を自転車でもうこういうバウンドしながら乗ってるところとか、歩道橋のあの段差、そこをガン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 やってるとか、スマートフォンを結構高い位置からこうやって落とす。割れてない。みたいな。ドロップ率 0% テロップが出てるんですよ。ちょこんと。いや、嘘やろと思うんですけども、書くんなら、もう書くなりに自信があるというわけですよ。音声はですね、全くないんですけども、結構シュールでですね、これだったら買う価値あるなと思って、こちらの商品を購入しました。では早速行きたいと思います。思ったんですけども、結構コンパクトですよね。ゴム製品の匂いがしますね。こちらです。二つですね。まあ、これが、電車のハンドルに付けるやつですね。説明書なんですけども、はい、日本語でもちゃんと書かれております。まずこちらをハンドルに突っ込みまして、厚さがですね、足りないなっていう方です。ここにこの3枚ですね、こういうその厚さをですね、マシマシにするものがありますので、薄っぺらいスマホを持ってる方はですね、差し込むことによって、ちょうどいい厚さになって、がっつり固定されるという。ではですね、早速付けていきたいと思います。カバー付きが付ければ最高なんですよね。ここにですね、ロック解除がですね、オープンとオフ、回すとこういう感じで4方向開きます。あ、こんだけでかかったらもうほぼスマートフォンサイズは対応できますね。こいつを、そしてここを、あ、これはガッチリですね。実際つけててもこれくらいだったら全然落ちないですね。大丈夫です。ここできつさを調整すれば、あとはそこにつければもう速攻で簡単ですね。で、外す時に関してもこのオープンを押すとカパって外れるので、すぐ外すことができます。カバーつけててもいけますね。これめっちゃ便利。あとはですね、もうこういうくるくる回るやつなので、例えば横向きに置いて縦ももちろんいける、こういう製品待ってました。すごいですね。はい、
というわけでですね、こちらの商品、スマホホルダー、とてもおすすめです。はい。ではですね、気になる値段なんですが、購入した当初は、1699円で購入できました。安いと思います。詳細に関してはですね、概要欄に書いておりますので、ぜひ興味がある方はですね、見てください。いや、このスマホホルダー部門、第1位なんで、間違いない商品かと思います。はい。というわけでですね、今回の動画は以上となります。他にもですね、いろんな動画出しておりますので、興味がある方は、ぜひ監督ラボ、他の動画も見てください。ではまた次の動画で会いましょう。